ター、ノース・ロックスター・ノースは、米国のゲームメーカーテイク2、インタラクティブソフトウェア社内のブランドロックスター・ゲームス、社参加であり、スコットランドに本社を設立しているゲーム、開発スタジオの一つ。本社は、スコットランドのエディンバラに所在。代表的な作品にグランド・セフト・オートシリーズがある。この項目では、全身のドマ、デザイン者についても記述する。 現在のロックスターノース社のルーツは、前身である、ドマデザインが設立された1988年までに、遡る。当時、ドマデザイン社は、イギリスのラベルシグノシスと契約し、シューティングゲーム、メナスと、ブラッドマネーを開発した。その後、1991年にアクションパズルゲーム、レミングスをアミーガ用にリリースし、 売り上げ本数2000万本以上の大ヒットを記録、各種ゲーム機、パソコン等に移植され、果ては、プレイステーションポータブルにも移植され、続編である、レミングスにもリリース、こちらもヒットを記録している。その後、同社は、ニンテンドー64用のソフト開発を主に、言っていたが、ニンテンドー側から、日本市場向けの内容にするよう要求を受けていた、ものの、 開発が間に合わず頓んざした。その間にパソコン、プレイステーション用に開発していたグランドセフトオートを制作、1997年10月に欧州で PC 版を発売、既存のお使いゲームとは一線を画すクライムアクションゲームと過激な内容で一世を風靡し、現在に至るまでのグランドセフトオートシリーズの原点となった。その後、 1999年にグランドセフトオートに、2001年には同シリーズ初の 3D となったグランドセフトオート3をリリースし、全世界で800万本を超えるヒットを記録した。その後、2002年にテイク2インタラクティブソフトウェア社の参加となったロックスターゲームス社に買収され、現在のロックスターノースへと改名した。 解明後は主にグランドセフトオートシリーズを開発する会社となり2002年10月にはグランドセフトオートバイスシティを開発し全作を大幅に超える1150万本の売り上げを記録さらに2004年には続編であるグランドセフトオートサンアンドレアスをプレイステーション2版で発売約1490万本以上を売り上げ こちらも例に漏れず大ヒットを記録している。2005年と2006年には、プレイステーションポータブル用に、グランドセフトオートリバティシティストーリーズ、グランドセフトオートバイスシティストーリーズを開発、発売。そして、2008年には、グランドセフトオートフを発売し、自定部の DLC が発売された。2013年9月には、グランドセフトオート V が、 プレイステーション3、XBOX360 用ソフトとして発売されている。2014年には、プレイステーション4、XBOX1、2015年にはマイクロソフト、Windows 版が発売された。ありがとうございます。